皆さんこんこにちは今日はですね酵素に関する話ですで最近酵素を入れた健康食とかですね酵素酵素って非常に使われるんですねで酵素って何だろうと知らないでそのまま聞いている宣伝がたくさんあの、うん、職員に載ってますで酵素があれにいいとかこれにいいとか そういった嘘をですね全部暴いていきますまず酵素っていうのは英語でエンザイムっていいますねで科学の世界ではですねまあどっちかというと化学ですね科学というより化学の世界ではですねエンザイムはプロテインの一種ですね ということは非常に大きな分子だということですで。この大きな分子がいろんな役割をしています。それは生物体の中で一つ一つ役割があるんですね。で、その役割をですね飲み物に入れて健康に役立つと言うんですが、果たして本当でしょうか。 これエンザイムというのはですね分子の格好はこんな格好をしてるわけですねこういうふうにくねくねとこうくるくるくるってやってるのは DNA みたいにこの分子がらせん状にあるわけですねだから分子が非常にいろんな分子が重なって大きな格好をしているなんでエンザイムはこんな大きな格好をするんでしょうかねこれは前は分からなかったんですねそれが、 分かったのがおそらくキャタリストと同じ役割じゃないかと。キャタリストというのはですね、例えばあの、排ガス、有名なのはその排ガスですね。排ガスが外に出ていく前にキャタリク、キャタリティックコンバーターというものを通します。 で何かっていうと排ガスに含まれているいろんな分子ですね小さな分子これを化学変化させて無害なものにしてから排出しようと排ガスですねこの排ガス排ガスを無害なものにしようとするそのあ化学反応をですね させるるるのにに非常に手間ががかかかかエネルギーがかかると,ところが、キャタリストがあればですね、キャタリストは簡単にその化学反応を起こさせる化学反応ですね、これを簡単にする非常に簡単にしてしまうそれをキャタリストと呼んでいます。 で無機化学なんかではキャタリスと言いますが有機ですねこういう大きな炭素がたくさん入っているものではエンザイムと言いますこの役割がですねエンザイムの役割があ最近になって分かってきたということでただどこまで分かったのかっていうのはまあほんの一部しかまだ分かってないわけですね全全部の全体像 はほぼつかめたけれども、ここのその役割に関してはまだまだ研究の段階です。そのエンザイム、これが酵素ですね。の酵素、かなりあ科学的に難しいものなんですよね、酵素っていうのは。で、それを飲み物に入れて健康に良いというふうな製品がたくさん出ています。 でこれはちょっと林先生に聞いた方がいいということで林先生に聞いてみましたドクターリンは UC サンフランシスコ医学博士 PhD です長年その分子とか食べ物とかの研究をされて本を出しておりますドクターリンの話ですね酵素健康食の嘘 酵素は腸から体内に入りません。なんと酵素を飲んでもですね胃袋に行ってそれから腸に入るわけですね。そして大腸に行くとこの腸壁には人間の細胞があります。で酵素は大きすぎます。 この体内に入りません。入るのはこれ消化液で分子をバラバラにしてそれで吸収ですねだから普通の植物タン,パシタンパク質を食べるような時と同じになりますこの酵素飲料はアメリカ日本台湾などで売られ広告は英語であろうと中国であろうと 驚くべきことを指しています。非科学的なことですね。驚くべく、非科学的なことを言っていると言いますね。うん、液体含有酵素分析表には、生物界の6種類の酵素が全て含まれており、オキシドレタクターゼのカテゴリーにも27種の酵素が含まれています。酵素は、 エンザイムとも呼ばれ6つの主要なカテゴリーがありますいろんな役割をするのがたくさんいろいろあるということですねオクシトレターでは生物学的細胞内に存在し細胞内にのみ見られそれらの機能は私たちの健康に影響を与えますそれらを飲み物に入れてそれ胃の中に入れることはそれが消化液によってアミノ酸に分解されてしまいます だから、コウノのその本来の機能は全部そこでなくなっちゃうということですね。えー、その他の5つの主要,主要なタイプの酵素の4つの主要なカテゴリーも細胞内に存在します。その中にそれを胃に入れても同じことです。アミノ酸に分解されてしまいます。生物学的機能は全部失われてしまいます。これですね。これ胃の中に入ると、 消化液ででババラバラになっちゃうんですで本来のそのエンザイムとしての役割がですねなくなっちゃうということですねそうアミノでアミノ酸に吸収されるとアミノ酸っていうのはですね血液中に入ってそれが原材料なんですねで体内で細胞がその原材料を使って自分のあ細胞を作るわけです パイナップルの酵素などの過水分解酵素は蛍光投与に使用される場合、私が主には現在医療業界が黙認されている経口薬として使用できるのは薬物または健康補助食品です。これらの酵素はいくつかの効用があり副作用がほとんどないので黙認していると。まあ、害がないからほっといたらっていうのが政府の立場ですね。 誰がそれを体に入るか合理的に説明することこれが体に酵素のままで入ることはありませんとどうやって入るのか説明してみろ見て,見て説明してくださいって言ってもですね説明できる人はいないとの健康食品の作ってるところですねニュージーランドのマッセイ大学の消化生理学の教授であるポール・モーガンは 成人の健康な腸が無償のペプチドを吸収できるかどうかについて発表した論文にはこうあります。全体として我々は G ペプチドおよびトリペプチドに加えて食事性生物学活性ペプチドがチ腸壁をそのまま通過して生理学的に適当な濃度で排門系に入ることができるという明快な証拠はほとんどない。ということはいくら酵素をお腹に入れてもですねだめなんですよ。 スウェーデンのオサプラ大学の薬,薬学の教授である、そのパー・アウト・ラッサン、発表した論文ですね。2016年。100年以上も努力しても腸によって吸収されるペプチド薬を作れない。これ腸がそのまま分解せずにですね、消化せずに体に入れるペプチドという薬を作ればですね、いろいろこれが役に立つんだと。 残念ながら人間はそれ消化液で全部バラバラにしちゃうのでなくなっちゃうと。これは例えばインシュリンですね。どうしてインシュリンは注射器で直接体内に入れる必要があるかです。インシュリンは酵素のように大きな分子でそれを胃に入れると 全部消化液で分解されてインシュリンでなくなっちゃいますだからいくらインシュリン食べても効果はなし直接注射器でですね体内に入れるということをやるわけですねすなわち植物から抽出された酵素は飲料中においてもいかなる健康管理機能を有することはありません酵素飲料を紹介している薬剤師は1ヶ月飲み続けても違いがわからないと言っています <laughs> 感じるほどの変化がないだから彼が書いたところではここだけが信頼に値するということですねだから酵素を入れたからどうのこうのっていうような健康食品は一切信じない方がいいですとドクターリンはいつものように適度に食べて運動することが健康維持に一番大切なことと言っていますはい今日はこれまで